ウェイラーズのベーシスト、アシュトン・バレットがなぜかヘルメット姿でベースをスタジオで弾いてるのを見て、先輩と話した記憶があって、スタジオの中でヘルメットしてんだろうって言うと、もしかして誰かにガツンとやられるかもしんねえからヘルメットしてねえとまずいぞっていう話じゃねえかなって、もしかしてベースのんきに弾いてると頭ガツンとやられたら参るぜとか、それはそう言った。そしたら先輩が、いやもうすでにガツンとやられた後だから二度とやられたくねえってんでヘルメットしてんじゃねえかとか、それで青ヘルなのかな。青ヘル？それはヤクルトスワローズか横浜 DeNA なのか、千葉ロッテマリーンズなのか、中日ドラゴンズの青ヘルなのかよくわかんないけど、まあ初めて英国に行った時に、まあ英国では日本でいう立ち食いそばっていうか、庶民的なファストフードは、フィッシュ&チップス。当時英国人はタルタルソースなんて粋なソースかけてなくて、まあワインビネガーをバッと、赤のワインビネガーをガバッとかけて、で塩を振って食らうっていう、その話を帰って日本人の仲間に話すと、そんなおしゃれなもん食ってやがるのかっていう話だったんだけど、結構英国人にとっては月並みな日本人でいうところの立ち食いそばみたいなもんなんだよって言ったら、とかワインビネガーって何とかいう話だったんだけど、まあワインが、まあブドウが腐って、ブドウの汁がブドウジュースが腐ってワインになって、でそれがまた腐り切ったもんが、まあワインビネガーになるとか言ったんだけど、ワインビネガー、まあワインビネガーらしいんだけど、まあまだ料理には使ってないけど、んーでワインビネガー、ワインで、まあそのね、青ヘルってことで、いわゆる PKO 国際連合、国連のピースキーピングオペレーション、停戦監視団というかな、それで青ヘルにかなり興味を持ったんだな。地獄で会おうっていう感じでヘルメット地獄で会ったなっていうまあ紛争の当事者たちがまたを監視するためにね、国連の平和維持軍っていうのがブルーヘルメット部隊って言って PKO 活動だから、自衛隊はその国連の一環として PKO でスーダンまで行ったっていう、PKO か、なるほどね。それでマルコム X はでビネガーの話ね、最近こんなのが流行ってるらしいんだよ。ミチョっていうらしいんだけど、ミチョっていうとさ、コマーシャルタイムだからミチョね、グレープフルーツのコンクジュースなんだけど、これちょっとこう発酵食品のジュースなのかな。コンクっていうのは実はマルコム X がコンクヘアだったっていう、まあ、コンクジュースっていうのは、まあ、濃縮ジュースで、まあ、炭酸で薄めたりとか他の、まあ、液体で薄めるジュースのことコンクジュースっていうんだけど、アフリカンアメリカンの間で流行ったコンクヘアっていうのは、まあ、ストレートパーマのことね。コンク、グレープフルーツ味、まあ日本語で I'm fine とかいう言葉があるけど、まあだいたいネイティブに英語を喋る人だったら、調子どうとか言って、いいよとか言うときは、I'm grateful って言うんだけど、まあグレープフルーツっていうのはグレートフルのこうダジャレっていうか、パンって言うんだけど、